日の丸の妹登場です。庄司梨沙、純真無垢のプリンセスが挑みます。ショートプログラム、果たしてこのステージでどんな演技を。一番最初に3回転3回転のコンビネーションを予定しています。注目、トリプルサルコ、トリプルトーループ、これは高い、綺麗に決まりました。スケーティングも伸びやかですね。トリプルループ勢い若さそのままに、スピンのバランスの取り方もいいです。ダブルアクセル、降りた後も流れがありますね。ジャンプの要素は全てクリアしました。チェンジフットからポジションの変化、回転のスピードもあります。一つ一つの音の取り方を見ると14歳とは思えないような、そんな表現力がありますね。上半身もよく使っています。まさに日本が世界に誇る2010年のジュニア国内女王です。庄司梨沙決めてくれました、この全日本選手権。いやー、こう一気に目が離せない、そんなショートの時間だったかと思いますが、いやー、やっぱり新しい選手また知っちゃいましたね。本当にこの選手を見ていても思うんですけど、日本のレベルが分かりますよね、はい、そして高島さんが初めて取材した選手がこの庄司選手だったわけですが、そうですね、はい、インタビューしている時はとってもこう可愛らしい14歳という印象だったんですが、やはりリンクの上に出ると表情豊かで、うん、とても艶やかで大人っぽい演技でした ね。いや、まあ、荒川さん、はい、全日本ジュニアを制して迎えたこの大会でこの演技です。そうですね、もうシニアに入っても引けを取らない演技力、そしてジャンプの正確性、確実性といったものがありますので、もうこれは本当ジュニアですけれど もう楽しみな選手がまたシニアに参戦してきたなというそんな印象を今日の演技からも受けましたね。そして、まあ、八木沼さん、そのステップは去年がノービス、はい、今年ジュニアにデビューして、そしてこの勢いでもって全日本選手権の初めての。そうですね、まあ、これだけこの若さでバランスの取れた演技、はい、そしてジャンプを飛べる選手というのは久しぶりに、そして東京出身というスケーターで、あー、そうですね、はいはい、またそうやって違うところから、新しいスケーターが出てきたというのは私たちにとっても嬉しいことですね、はい。さあ、この庄司梨沙に対して全日本選手権、そのジャッジは
どんな点数を出すんでしょうか。重松直樹コーチとともに迎える笑顔のキス&クライ、点数が出ました。場内どよめいた 58.22。 この時点で庄司梨沙もちろんトップに立ちます。堂々とした素晴らしい演技でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。点数が出た瞬間自分でこう拍手してましたが、今日の演技振り返ってください。全体的に落ち着いていたのですごく良かったと思うんですけど、想像以上に点数が出たのでとても嬉しかったです。私はジュニアなのでお姉さんたちを見て勉強できるようにと頑張りました。自分で一番評価できる部分は今日はどこですか。まず立ち位置を間違えなかったとこと、あとはサルコートを最初に飛べたことです。明日はどんな姿に注目してもらいたいですか。演技の部分は綺麗に今日とはまた違ったところが見せられたらいいと思います。楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。